ネイマルお嬢様は童貞の人って可愛いと思いますか、それともさっさと済ませとけ派ですか。すこぶる興味がない。でもさ、好きな人がよ、めちゃめちゃ自分が好きな人が、自分以外経験ないんだ、でテンション上がることももちろん今想像した中ではあるし、でもやっぱ経験があるとか技を極めてるとか慣れてる人の良さもあるじゃん。だからどっちもいいとは思うけど、ちょっとその知らない子は、なんか知らなすぎる怖さはあるある、それはある。知らなすぎる怖さはまあ、ちょっとあるかもしれないけど、慣れすぎてる怖さはないけど、たくさん経験積んできたのね。ああ、なるほどね。とは思うけど。AV の感情そのまま持ってこられると、きついよね。やっぱりあれはその作品ですから。やっぱり。アクション映画があるように。もう AV はアクション映画です。作品の中だから成立するわけであって、そのリアルでできるかできないかって言ったら、じゃん。そう、ファンタジーですから。もうリアルでやったらもう、すごいぞ。ボロボロになるわ。